実はアラビナさんは仮面ライダードライブでハートを、そしてつくいさんは仮面ライダーライブで仮面ライダーマイカを、そして細貝さんは海賊戦隊ゴーカイジャーでバスコタジョロキアを演じられていらっしゃいました。お三方とも特撮ヒーロー作品で主人公側と敵対する役どころということで出演されていたということなんですよね。お二人ですか？僕はもう完全悪です私も悪から入りますね。平成と歴史があるわけなんですけれども、そして山本さん、はい、実は山本さんの特撮作品に出演されていたと伺ってるんですけど、そうなんですか？僕はみんなの下の戦闘員ですね。あのショッカーみたいな。嫌ですよ、こんな怖い戦闘員。よかった、いなくて、この会社の時目かぶってるんで。いや、圧力が被ってても圧きますね。いや、すごいやってましたね、投影で、もうすごい楽しい思い出です。スーツアクターの歴史があられたということでございますけれども、さあ、ということですね、一つここは皆さんに今日は特別に伺いたいんですけれども、特撮ヒーロー作品で演じられていらっしゃった役と今回の舞台の役どころを違うところ、共通点またはこれまでと違うところ、どのように見せていきたいかなっていうところを伺っていきたいかなと思うんですけれども、ご覧ください、いかがでしょうか？はい、人間ってことですか？共通項が、はい、やっと人間じゃない、あの一個前が人間じゃなかった、そうです、はい、もうやっと人間やれてよかったっていう気がしたまあ共通点としてはそのやはり何か遂げる使命の強さですよね。最後までやり遂げる、何かをやり遂げるっていうその心の強さは前の役と共通してるんじゃないかなと思います。つくせいかがでしょうか？共通点が見当たらないんですけどということはもう全く違う一面が見られる。そうですね、全部逆じゃないっていうぐらいで、人間じゃないそうですね、逆ですね、人間じゃなかったですね。私、前は女性だったし、いろんな感じですね、検索が始まってますね。いろいろ、本当に全真逆ぐらいの役が見れると思います。うわ、もう新しい一面を見ていただける方々もいらっしゃると思いますね。もう楽しみですが、さあ、細貝さんはいかがでしょうか？何もないですよ共通ゼロですよ確かに全てにおいて、まあでも、そこはわらびの野呂さんと一緒で、僕も今回人間というのがすごく大事なところですね。はい、まあ、でも剣を持って立ち回るという部分ではね、またそこも一つ技が見られるのかなと。そうですね、まあ剣は剣でしたね。ですね、はい、はい、僕あんまスネで立てればそんな戦隊の時なかったんで、はい、じゃあ皆さんかっこいいビジュアルを楽しんでということで、さあそして山本さんはどうでしょう、もう共通点私もね、この質問いいなと思いましたけれども、いい以外も、はい、いい以外も得意なんですけど、後者なので大出世ですね。なるほど、人間の言葉をやっと喋れたっていうそうですね、いい以外はではその素晴らしいセリフの数々をぜひ皆様舞